清水山公園に残るラジオ塔。ラジオ塔とは放送事業者がラジオの普及を目的に公衆にラジオ放送を聞かせるため公園などの公共空間に設置したラジオ受信機を内部に収めた塔である。素材は木造、石造、または鉄筋コンクリート造りで、高さは約3メートルから5メートル、幅、奥行きは 1.5 メートル程度のサイズで建造された。ラジオ受信機本体を塔内の空洞に収納する方や、側面にスピーカー、外側にスイッチを配置している組み込み型があった。この型では、放送が10分間流れた後、自動的に電源が切れる仕掛けになっていた。社団法人日本放送協会、大阪中央放送局が1930年6月15日、大阪市の天王寺公園旧音楽堂跡に初めて設置した。NHK が設置したラジオ塔は、正式には公衆用聴取施設といい、1931年には奈良市の奈良公園や神戸市の港川公園に、1932年には京都市の円山公園に設置され、同年、ラジオ受信契約数が100万件を突破したことを機に、その記念事業の一つとして、全国での設置が始められた。その後1943年までに、全国の公園、寺社、学校など450カ所以上に整備された。NHK の寄付によって設置される例のほか、地元の有志の出資によって設置された例があった。同時期に、台湾放送協会によって、台湾各地にも設置された。また NHK はラジオ塔の設置と並行して鉄道省の主要駅構内にラジオ放送設備の設置を行った。NHK 設置のラジオ塔はラジオ体操やスポーツ中継放送の際に広く用いられたとされる。民間放送開始後の1955年7月16日には信越放送が上田城跡公園にラジオ塔を設置している。各家庭にラジオ受信機が普及したことで、次第に利用されなくなり、放置されたり、撤去されたりする例が相次いだが、現存しているものについては、文化財として保全、活用する事例が出てきている。NHK のラジオ塔の所在地、設置年は日本放送協会、ラジオ年間によった。ラジオ年間における、所在地の記載は誤記が多いと見られているが、明らかな誤り以外は修正せずそのまま引用している。自治体名は現時点のもの。設置先の施設、土地自体が現存しない例や、計画のみで設置に至らなかったかもしれない例も含む。現存する、または復元されたものについてはオフス。これらは、携帯のみのものがほとんどであり、中波放送の受信と覚醒という本来の機能まで維持されているものは少ない。活用例については、各箇条書き項目に特記。設置当初のものは現存しないが設備としてのラジオ塔が依然利用されている例についてはオフス。ありがとうございます。